皆さんこんばんは。ウイスキーで心の消毒をする男、デンジーです。今日はですね、レトルト食品のことなんですけども、これは孫がちょっと送ってくれたものなんですけども、ビザのカードで、たまったポイントで買えてもらった商品なんですけども、まあ、実はこれは帝国ホテルの、トマトスープなんですけども、まあ、他にもいくつかあるんですが、これは限定商品で市販されていないものだそうです。せっかく孫が送ってくれたものなので、どんな味がするのか、今から試食していきます。それでは今から電子レンジで温めていきます。楽しみザヤンだ。それでは今から食べていきます。いい色だね。匂いもいい。確かにトマトの風味があって美味しいね。美味しいんだけども、純粋な、高級な味はするんだけども、日本人っていうかな、私なんかにしてはもうちょっとこのスパイスの効いたようなものがあった方がいいのかなっていう気はするけどもね。だけどこれは美味しいよ。高級なんだな。ホテルで食事してるみたいな感じかな。ちょっと大げさだけどもね。上等です。うちで作るのとはだいぶ違うな。うちの味あるんだけどもね。市販されてない味だと思えば、うまいな、やっぱりね。ボールを蹴り上げて、己の顔面にヒットさせる男、デンジーです。こんにちは。今日はですね、この間の続きで、レトルト食品の、これはビーフカレー。これを、英国風ビーフカレーを調理していきます。その前にね、このご飯をね、また冷蔵庫から出したんだけども、これを電子レンジで温めます。これ、500で、あははは。それでね、このカレーをやっていきます。この間も話した通り、ビザカードのね、ポイントでもらったやつで、帝国ホテルの限定商品らしいね。市販されてないらしい。これをこのまま入れるんだな。熱いからね。5分ぐらい入れるらしいね、書いてるな。これでいいだろう。これでやっておきます。うわー、熱い熱い。 OK、 これでいけるよ。ちょっとやりすぎたかもしれないな。湯煎ができたようなんで、今から入れていきます。先にご飯を入れようかな。さあ、そして問題はこれだな。いけそうだね。どうだ。おお、種から全部絞り出そう。うまい具合に全部出るようになってんだな。はい。じゃあ簡単だな。じゃあこれを今からいただきます。それじゃあ帝国ホテル製の特製のカレーをいただいていきます。
どういう味かな。うん、まあ食レポでみんなやってるようなことになるけど、やっぱ美味しいね。うん、あのココイチのカレーに入ってる野菜などをちょっと高級にしたようなそんな感じだね。うん、なかなか美味しい。こういうカレーは私はよく噛む方だけど、飲み込んでしまうな。30回ぐらいは噛んで食べるんだけど、5、6回で飲むのに入ってしまう。美味しい。まだ肉はどこなのかな。ああ、ここに入ってるけど、そうだね。もうちょっとでかい肉の塊が入ってるといいんだけどね。ちょっと厚さも薄いな。もうちょっと欲しいね。まあでも贅沢は言わねえか。美味しくて十分だよ。先日のスープと、それから今日のこのカレーと2本続けてやってみたんだけども。まあこの辺で、この食レポは終わりにしましょう。うまくできたのかどうかちょっと心配だけど、ありがとうございました。またよろしく。She shot me one time, bang, she shot me two times, bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Who can say bang, she shot me one time, bang, she shot me two times, bang, 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 she shot me again, but she's gonna bang, she shot me one time, bang, she shot me two times, bang, 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 she shot me again, but she's gonna be mine. Who can say bang, she shot me one time, bang, she shot me two times, bang, 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 she shot me again, but she's gonna